ちらの江ノ島の方に向かってますね。今日は素晴らしい天気ですね。坂の下、坂の下にも漁協があるんだね。正面が江ノ島ですね。こちらが稲村ヶ崎。ここに見えるかな。稲村ヶ崎。ここは、稲村ヶ崎の公園ですね。それから右の方に私の愛用する日の森ヶ崎温泉があります。ここはなかなか素晴らしいよ、ぬめってしたね温泉だけど、ああ素晴らしい。Let's go.
正教だろ。そうでこっちから入ってそこの斜めに、いや行かほうがいいでしょ、こっちから海岸から海岸はあそこの小入り木までバス行って今日はお店もしないんで、このその前に頼朝が、入ってはばかりなわんと、義経に対してさ1ヶ月間ここをねこれ足止めした、何寺だってこの商人ですね。はい、以上。